毎年7月26日に行われる国造神社の御田祭りを前に、西手の地区を訪れているウィーン大学の学生たちが、祭りで歌われるお田植え歌の練習を見学。また、前日の準備では、当日、氏子などに配るためのちまき作りを手伝いました。7月18日から阿蘇市に滞在し、西手の地区を中心に社会的な調査を行っているオーストリアのウィーン大学の学生らは、7月24日の夜、地区の公民館を訪れ、歌の練習を見学しました。夜8時から始まった練習には、西手の地区の男性らが参加し、歌詞を見ながら声を合わせ練習を行い、途中休憩などを挟み、練習は夜10時まで続けられました。ものすごく感動しました。今度実際にお祭りをご覧になりますけど、はい、あ、そうです。どんなところが楽しみですか？はい、やっぱり歌がですね、はい、おみこしと歌が楽しみです。また7月25日の祭り前日の準備では、国造神社の社務所で御田祭りで氏子などに配るためのちまき作りが行われ、学生らがその作業を手伝いました。まず蒸したもち米を小さく握り、続いてカヤの葉でくるみ、シュロの葉を裂いて作った紐で結んでいきます。ちまきは全部でおよそ700個用意するということで、学生らは慣れない作業に苦戦していましたが、地域の人たちに教わりながら一つ一つ丁寧に作っていました。